クレーグ・ゴードンは、スコットランド出身のプロサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。スコットランド代表。2000年にスコティッシュプレミアリーグのハート・オブ・ミドロシアン、FC と契約。2002年10月6日、リビングストン FC 戦でデビュー。2004年5月30日、トリニダード・トバゴ代表戦で、スコットランド代表デビュー。2005から06シーズンには、 ハーツのリーグ2位に貢献。2006年のスコットランドサッカー記者協会年間、最優秀選手賞を受賞した。2007年8月、サンダーランド AFC に5年契約で移籍。移籍金は900万ポンドで、GK では、ファビアン・バルテズの780万ポンドを超える、イギリス史上最高額だった。2007から08シーズン開幕戦。 トッテナムホットスパー戦でプレミアデビューし1から0で勝利。この試合の相手 GK はイングランド代表のポール・ロビンソンであり、両国の代表正 GK がクラブの試合で対戦するのは2001年のデビッド・シーマン対ニール・サリバン以来のことだった。2012年の夏にサンダーランドを退団後、怪我のために年間無所属の状態が続いたが、 2014年7月にセルティック FC に加入した。2020年6月28日、古巣のハートオブミドロシアン FC と2年契約を結んだ。セルティックが GK ゴードンを獲得 UEFA.com。2014年7月3日、スコットランド代表 GK クレイグゴードンがハーツに復帰調、ワードルサッカー。 2020年6月29日2020年11月10日、閲覧。ありがとうございます。